皆さんこんにちは、ホモサピです。こちらに蜂の巣があります。これを今から取ります。もう巣が見えるじゃん、あれ巣か。この中にいるのはね、モンスズメバチっていうスズメバチで、スズメバチの中でも取るのがすっげーめんどくさい蜂なんです。壁の中とか天井裏とか、なかなか一筋縄ではいかないようなとこに巣を作ります。で、今回はね、なんと取りやすいことに枯れた木の中に作ってくれました巣を。本日は特殊アイテムを用意しました。これね、液体窒素です。おいしょ。なんでこの液体窒素を使うかっていうとね、スズメバチ食べるときに殺虫剤使うのって本当は体にめちゃくちゃ悪いんですよ。死ねー、出てくんな一匹も。これを使えばもしかしたら殺虫剤使わなくても取れるんじゃねえかなと思って。虫はね、変温動物なんで冷やしたらね動けなくなります。今日はこれで実験してみます。こちらにいらっしゃいますわ。どうも、スズメバチ仮面のヒロポンです。ヒロポンさんです。今日もね、京都でタバコを吸っております。ヒロポンさんの酸素ボンベです。煙属性なんで 8A のね攻撃力が高いんですよね。おーちゃんさんです。あ、どうも、はい、お久しぶりです。ホモサピ、今話題のおーちゃんさん。おーちゃんさんの燃え盛る炎で蜂を攻撃することで簡単にゲットできるんじゃないかということで。俺が犠牲になってあげるから。ヒドさん、本当なんかいろんなネタを持ってきてくれるんで嬉しいですよ。今日ね、いろいろ武器も準備してきたんで全部取りましょう。こちらが本日の武器です。まずこれはね、チェーンソー、木を切り倒すのに必要ですね。そしてこちらのラップはですね、蜂の巣って出入り口に穴が開いてるじゃないですか。あそこに蓋してもね、蜂って怒り狂うと壁ぶち破って出てくるんですよ。だからぶち破って出てこないように穴塞いだ後にこれで蜂の巣をぐるぐる巻きにして出てこれないように閉じ込めます、中に。これはまあ穴塞ぐ用の綿と、そしてこちらにあるなんかこの小槌はなんかノリです。なんか強そうなんであります。これ電撃ラケットらしいです。お、今火花見えてる。おー、すげー、懐かしい音がします。こちらにあるのはですね、掃除機です。この先端にカップがついてて、これで穴を塞いで蜂を片っ端から吸い込みます。あのラップとさらにこれで二重三重ってことですね。そうです。これも作るか、団子。この数が勝敗を決めるかもしれないんで。いや、めちゃくちゃつくんだけど。あ、なんとかなんとかできた。いいよ。では今から防護服を着ていきます。これがね、マジで暑いんですよ。蜂に刺されるよりこっちで熱中症になって死ぬ方が多いんじゃないかっていうぐらい暑い。次はこちらの足ですね。次テープで隙間を埋めます。ほんと隙間という隙間から入ってくるんでね。この手袋をはめて、ちょっとお互いに確認しますか、隙間がないかどうか。これがね、ちゃんと義務付けられてはいないんですけど、これをやんないと。いや、手が。俺は何を確認してるんだ。お互いに確認するんですよ、防護服に首がないか。これが本当に大事です。よし、穴塞ぎます。えいっ、あ、やばい、崩れた。いきなり崩れた。渡す渡す、これ渡詰めましょう。脆いわ、脆い。あ、やばい、来てる来てる来てる。ここ多分ね、こうやってやったら出てくる。ほろ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 、掃除機が来た。めっちゃテンパってんじゃん、みんな。こんぐらい溜まったんすか。あ、だいぶいるわ、だいぶいる、だいぶ。ちょっと待って、なんか詰まってる。やばい、掃除機詰まった。このラケットで時間を稼ぎます。おらおら。え、これ強くね。おーおーおー、止まっとる止まっとる。あ、ラップで巻いてる。俺も巻きたい。よいしょ、梱包しましょう。よし、よいしょ。もういいか、開いてるかもしんない。開いてる。こんな都合のいい穴が、ここにちょうどいい穴が開いてますよ。皆さん、液体窒素ホールですよ。これもう直接ぶち込むか。一回液体窒素バケツに入れます。よし、液体窒素入れます。3、2、1、えいっ、1、8。さあどうだ、だいぶ入ったよこれ。よいしょ、木凍ってるわ。カッチカチ、マジで。思いっきりハンマーでぶったたいてみません。日頃の恨みを込めて。いけそう。これみんなでお猿さんみたいにしたらさ、いけんじゃん。あ、いけるやん普通に。あ、木が冷たい。夏の抱き枕。皆さん見てください、蜂が凍死してます、入り口で。こっから液体窒素が流れ出たんでしょうね。おお、こんなうまくいくことある？マジうまくいったか。めっちゃカチコチじゃん。わあ、取れた。こんなにうまくいく？すごい。ちゃんと凍ってんだよな。三層までもカチカチだわ。おお、生存者ゼロですね。蜂の巣に液体窒素ってこれ抜群の効果があるってことですよ。じゃあこれいただきますよ、これ。家に持って帰ってきました。
お、すげえ。いつもだったらこれ開けた瞬間に緊張炉の匂いがめっちゃブワーってくるけど、純粋な蜂の巣の香りがします。じゃあまずね、こいつらを分ける作業から。眉を全部剥いて中の蜂を取り出します。いきますよ。めっちゃ気持ちいいから見てて。この眉をね、剥がすのが超めんどいんですけど、悪いことばっかでもなくて、サナギになる前の全容っていう状態、これがね、うまいんですよ。なぜかというと、サナギになる時に一回うんこをすべて仕切って餌を食べなくなるんですね。そうすることで腸の中がクリーンになって、若干サイズダウンするもののこういう感じでうんちがなくなるんですよ。黒い筋がうんちなんですけど、これがね、うまいんですけど、めんどくさいんです。見てください皆さん、眉を剥くとね、サナギが顔を出しましたよ。逆さまにしたらドゥルンって出るかな。おー、気持ちいい。一気に出てきた。サナギはなぜか超簡単に出てきますね。蜂の処理はこれで完了です。今日は何の料理にしようかと思ったんですけど、秋口に入りましたんで、こちらの白タモギタケ族の菌類の脂質体を使った料理をしていこうと思います。まあ、シンプルに炒め物ですね。蜂は炒め物か佃煮が一番うまいです。火つけます。オリーブオイル入れます。ニンニク。こちらにローズマリー、タイム。で、いい匂いがしてきたら取り出します。じゃあこちらの匂いが移った油に蜂を入れます。いいよ。そしてすかさずキノコもイン。めっちゃいい匂いする。器に盛ってバター入れます。そしてレモン汁、レモンバターソース的なやつですね。よいしょ。映えにね、レモンとか乗っけちゃったりして、トゥルー。うわ、映え、急に映える。モンスンメバチとキノコのレモンバターソテーです。いただきます。え、うまいよ。この調理法初めてやったけど、蜂にめちゃくちゃ合う。今回は揚げたりしてないんで、蜂の食感は割とふにゃふにゃなんですけど、このキノコが弾力があるんで、挟んで食べた時にすごいちょうどいい。やっぱスズメバチのサナギは別の食材の味がする。普通の虫と違って、なんか枝豆とお肉の中間かのような甘みを感じますね。よくある典型的な虫の味ではない。エビの風味がするとかそういう感じじゃないですね。ソースつけてみよう。うまっ。この蜂にまとわりついたバターとオリーブオイルが後半ちょっとくどいんですけど、そこをレモンソースがキュッと締めてくれるんで非常に食べやすいですね。いや、マジうまいな。オイルローズマリーしてもいいかもしれない。殺虫剤の味がしないっていい。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。よければまた見てください。ごちそうさまでした。